1994年に発売されたスーパーファミコン最後のファイナルファンタジーシリーズとなる FF6。 特定の主人公がいないという特殊な設定が盛り込まれており、その世界観も機械文明が色濃く反映される独特な雰囲気を醸し出した作品です。現在スマホのアプリでもプレイ可能ですが、未だに根強いファンが多い名作となっております。今回はこちらのストーリーを皆さんにお伝えしたいと思います。今から1000年前、鬼人、魔人、女神の三頭身が戦う魔大戦という大きな争いが起こりました。戦いは激しく、地表のすべてを焼き尽くすほどの大厄災でした。荒廃した世界を見た三頭身は過ちを認め合い、互いの力を中和することで自らを封印しました。この大戦の後、世界から魔法は失われました。残された人類は魔力の代わりに機械文明を発達させていきます。世界は少しずつ復興し、文明はまた築かれていきました。しかし今、失われたはずの魔力と科学を融合させた魔導の力を手に入れたガストラ帝国の皇帝ガストラは、この強大な軍事力で世界を征服しようと他国に侵攻を開始したのです。炭鉱都市ナルシェで氷漬けにされた幻獣が発見されたという情報を得たガストラ帝国は、魔導アーマーに乗った兵士たちを派遣します。その中には生まれながらに魔導の力を持つ少女ティナがいました。ティナは50人の兵士をたった3分で倒すほどの強大な力を持っていましたが、頭に操りの輪をはめられていて、命令に従うだけの操り人形となっていました。炭鉱の奥で幻獣を発見したティナは共鳴現象を起こし、不思議な青い光に包まれて同行した兵士を消滅させると意識を失いました。再び意識を取り戻したティナ、その頭からは操りの輪はなくなっていました。しかしその影響で名前以外の記憶はなく、何も思い出せなくなってしまっていたのです。ナルシェの町の住民に帝国の手先だと思われているティナは、町の自警団であるガードたちに追われます。追っ手に追われる中、さすらいのトレジャーハンターであるロックと出会います。記憶がないティナを俺が必ず守ってやるとロックは誓い、二人は共に砂漠の国フィガロ王国へと逃げ延びることとなるのです。フィガロ王国の国王であるエドガーは幼女からバーヤまで口説く女好きで有名ですが、機械に詳しく切れ者です。表向きはガストラ帝国と同盟を結びつつ、裏では反帝国組織リターナーの一員として活動していました。ロックとも知り合いで、事情を察してティナの身柄を保護してくれました。しかしガストラ帝国直属の魔導士ケフカがフィガロ王国を訪れ、ティナの身柄の引き渡しを要求してきます。エドガーはティナをかくまい交渉は決裂したのですが、怒ったケフカはフィガロ城に突然攻撃を開始、大勢の兵士を引き連れて攻め入ってきたのです。ですがケフカの侵攻を予測していたエドガーはロックとティナと共にチョコボに乗って逃走し、フィガロ城は砂漠に先行して無事に帝国の手から逃れることとなるのです。一同は途中コルツ山で修行していたエドガーの双子の弟モンクのマッシュを仲間に加え、サーベル山脈にあるリターナー本部へと到着しました。リターナーとはガストラ帝国に対抗する組織で、ロックもこの組織の一員でした。リターナーの本部での作戦会議中、指導者バナンは語ります。ガストラ帝国は幻獣から魔導の力を取り出し人間に注入する研究をしている。幻獣と魔導、この2つの言葉から連想されるのは魔大戦しかない。1000年前の戦いは神話やおとぎ話ではなく、本当にあった出来事なのだ。帝国に対抗するにはこちらも魔導の力を手に入れるしかない。ナルシャの氷漬けの幻獣とティナをもう一度反応させれば目覚めるかもしれないと。この作戦会議の途中、帝国が近郊のサウスフィガロの町を占領しリターナ本部を狙っているという伝令が伝わりました。それを聞いたロックはサウスフィガロへ帝国軍の足止めに向かい、残りのメンバーはバナンと共に裏口からイカダで川を下りナルシェを目指しました。しかし渓流下りの途中でオルトロスに襲われ、マッシュは一人だけ急流に流されてしまったのです。流されたマッシュが漂着したのはナルシェの遥か東の地。ナルシェに向かうにはガルシア帝国とドマ国が戦争している間を通り抜けなくてはなりません。途中でアサシンのシャドウを仲間に加えてドマ城に到着。ドマはリターナーに所属する国の一つで、反帝国を挙げて今まさに帝国軍と対峙し籠城戦を繰り広げているところでした。
お互い無駄な命を落とす必要はないと考える帝国軍レオ将軍の意思に反して、ケフカは上官である彼の留守を狙って川の水に猛毒を流し、味方の捕虜もろともドマ城の人たちを毒殺してしまったのです。城の中にいたドマの侍カイエンは川の毒により次々に倒れていく同胞の姿を目撃します。そしてこの国の君主ドマ国王もケフカの流した毒によって命を落とすのです。急いで家族の元へ向かうカイエン、しかしそこには無残な姿で横たわる妻と子の姿があったのです。目の前で最愛の家族を失ったカイエンは逆上して敵陣に特攻をかけます。その場に居合わせたマッシュはカイエンに加勢して戦いましたが、多勢に無勢、劣勢になり撤退を余儀なくされます。その後彼らはマレッシャが走る迷いの森を抜け、獣ヶ原で野生児ガウを仲間に加えてカイロを使い、一同はなんとかナルシェまで戻ってきました。一方その頃サウスフィガロの町に侵入したロックは帝国の足止めには成功したものの、厳重な警備に町からの脱出に手間取っていました。町中をあちこち逃げ回っているうちに、偶然帝国の上昇女将軍セリスが捕らえられているのを発見します。セリスは反戦を訴えたために裏切り者扱いされて投獄、仲間であるはずの帝国兵から拷問を受けていました。帝国兵の話からセリスが明日処刑されることを知ったロックはセリスを助け出すことを決めます。負傷している彼女を守りながら追っ手を振り払い、町から脱出して共にナルシェへと向かうのでした。急流に飲み込まれたマッシュのことは心配ですが、今はナルシェへ向かうことが先決です。ティナたちはその後無事にナルシェへ到着しましたが、以前帝国兵としてこの町に訪れていたティナを見たナルシェの人たちは彼女を警戒して追い出してしまいます。正面から町に入ることを諦め、仕方なく裏口から町へ潜入し仲間を待つことにしたのです。魔導の力を手に入れるために氷漬けの厳重を目指すメンバーたちは途中バラバラになりつつもナルシェの町へ集結します。この町の長老とリターナーのリーダーバナンは話し合いますが、長老は帝国と争うことに難色を示し中立の立場を主張します。そこにケフカが魔導アーマーの大軍を引き連れて攻め込んできました。帝国は氷漬けの幻獣を諦めてはいなかったのです。この事態にナルシェの長老はリターナーと手を組み帝国と戦う覚悟を決めます。町の住人もリターナーのメンバーと協力してケフカの部隊を撃退し幻獣を守り切ったのです。再び幻獣と対面したティナ、両者はまた共鳴を始めました。すると突然ティナの中にある魔力が暴走し、その姿までもが変わるトランス状態となってしまいます。自我を失った彼女はそのままどこかへ飛び去ってしまったのです。西の方向へ飛んでいったという目撃情報を頼りに一同はティナの行方を追います。その後シドール国のスラムゾゾの町で幻獣ラムーに保護されたティナを発見します。しかしティナは幻獣でも人間でもない自分の存在に怯えて力をうまく制御できず、トランス状態のまま消耗していました。彼女を保護したラムーはロックたちに人間と幻獣の関係、その歴史について語り始めます。魔大戦の後その力が再び利用されることを恐れた幻獣たちは自らの結界を作り幻獣界へ移り住み静かに暮らしていました。そこに20年前のある日、ガストラ皇帝と兵士たちがやってきて幻獣たちを狩り始めます。捕らえた幻獣たちからは魔導の力を吸い取り、ガストラは無敵の艦隊を作り上げさらに多くの幻獣を狩り始めます。そのことに気づいた幻獣たちは全ての人間たちを追い出し両世界の境界に大きな扉を作りました。その時に捕らえられていた幻獣たちは今でも帝国の魔導研究所に捕まったままで、魔導の力を取り出し続けられているのです。しかし魔導研究所のやり方では幻獣の真の力は発揮されません。幻獣は死んで魔石化した時に魔力のみをこの世に残して真の力を発揮するのです。ガストラの魔導研究所にいる自分の仲間ならティナを救えるかもしれない、そうラムーは語ります。幻獣を仲間と語るラムー自身もまた幻獣であったのです。そして彼はティナと仲間たちの救済をロックたちに託すと自ら命を絶ち魔石と化したのです。ラムーの思いに心を打たれた一同は幻獣たちの解放を決意します。
ですが、海の向こうにあるガストラ帝国に行きたくても、回路はすでに帝国により封鎖されています。南の大陸に侵入するためにシドールの町の貴族たちに協力を仰ぎに向かいました。シドールの町のオペラ座では主演女優のマリアがセッツァーに誘拐予告をされ狙われていました。セッツァーはギャンブラーで世界に1台しかない飛空艇ブラックジャックを持っていました。飛空艇があれば楽に帝国本国へ潜入できます。偶然にもマリアそっくりな容姿のセリスはセッツァーをおびき寄せるために変装してオペラの代役をすることになりました。演劇が始まり、クライマックスに達した時、予告通りセッツァーが現れてセリスをさらっていったのです。セリスの手引きで飛空艇に侵入した一同はセッツァーに協力をお願いしますが、断られてしまいます。そのためセリスは自分の体を、セッツァーは飛空艇をかけてギャンブルで勝負することになります。見事イカサマギャンブルでセッツァーを負かしたセリス、その度胸が気に入ったセッツァーは帝国との戦いに協力し仲間になってくれました。こうして帝国首都の魔導研究所に潜入した一同、そこではケフカが幻獣たちを実験装置に拘束し、死ぬまで魔導エネルギーを吸い出していました。死の間際にあったイフリートやシバ、他にもたくさんの幻獣たちが魔石化してロックたちに力を貸してくれます。その様子を見た魔導研究の第一人者シド博士は、魔導エネルギーは吸い出すよりも魔石化した方が魔力が何倍にも跳ね上がることをここで知り驚きます。そこにケフカが現れ、セリスに向かってこう語りかけます。反乱組織へスパイとして侵入した芝居はもういい、魔石をそいつらから奪ってこいと。この言葉に一同は激しく動揺します。裏切りに驚くロックにセリスは違う、信じてと言いますが、両者の間には重い空気が流れます。その隙をついたケフカは兵士たちを投入してロックたちに一斉射撃をして追い詰めました。今度は私がロックを助ける、私を信じて。そう言うとセリスは自らの魔力を暴走させケフカと共に消えていったのです。そのエネルギーは強大で魔導研究所も崩壊し始めました。シド博士は自分の愚かさに気づき、ロックたちを助け出し帝国から脱出させます。シド博士はガストラ帝国にこの戦争の愚かさを話そうと決心し、帝国に残ることにしたのです。こうしてゾゾの町へ戻ってきた一同、トランス状態で横たわったままのティナに心配したロックが近づくと、魔導研究所で手に入れたマディンの魔石が光り始めます。それと同時にティナの体も共鳴し始め、彼女は一言こうつぶやきます。この魔石はティナに過去のイメージを見せようとしていました。20年前、幻獣界で生活をしていたマディン、そこにある日人間界から迷い込んできたマドリーヌという一人の女性と出会いました。二人は瞬く間に恋に落ち、2年後に赤ちゃんが生まれます。この赤子こそがティナで、マディンはティナの父になり、ティナは幻獣と人間の間に生まれたハーフだったのです。しかしその後、幻獣界の扉が何者かによって破られます。あのガストラ皇帝が軍隊を率いて幻獣狩りに侵攻してきたのです。この時幻獣たちは最後の切り札として風魔壁という魔術を使い、ガストラたち人間を全員特殊な魔力で強制的に幻獣界から追い出します。しかしここでイレギュラーが起こってしまいます。人間界に排除されたのはガストラたちだけではなく、まだ赤ん坊だったティナも一緒に人間界へ吸い込まれてしまったのです。それを追うようにマドリーヌとマディンも人間界へ排除されてしまいます。そしてティナに眠る魔導の力に気づいたガストラは、子供を必死に守ろうとするマドリーヌを殺害して、まだ赤ん坊だったティナを無理やり取り上げてしまったのです。こうして父マディンの魔石から自分の出生の秘密を知り、記憶を取り戻したティナはトランス状態をコントロールできるようになり、元の人間の姿へ戻れたのです。回復したティナと共にナルシェに戻った一同は、帝国に対抗するために幻獣たちに協力を仰ごうとします。そのためには幻獣たちを説得してもう一度絆をつなぐ必要があります。幻獣と人間の橋渡しをするためにティナは自ら名乗りを上げて幻獣界へ向かう決意をしました。そしてガストラ帝国の東の地にある風魔壁の扉の前に向かいます。ですが彼らの後をつけていたケフカがそこに現れるのです。その戦いの中、ティナは一人幻獣たちに必死に問いかけ、風魔壁の扉を開くことに成功するのです。しかし扉の中からは恐ろしい姿をした幻獣たちが一斉に飛び出し、
そのまま風魔壁は固く閉ざされてしまいます。幻獣たちは帝国の首都ベクタに向かいました。魔導研究所で仲間が殺されたことを知ると、幻獣たちは怒りで我を忘れ、首都ベクタを破壊して壊滅状態にしてしまったのです。その強大すぎる力の前に戦う気力を失ったガストラ皇帝はリターナーに和平を申しています。ベクタにて設けられた会食の席でガストラ皇帝と会談する一同、帝国はロックたちに今までのことを詫び、終戦の意向を告げます。そして幻獣たちとも和解したいと言い出しました。幻獣を探す任務にはティナが適任であり、そのお願いもしたいと。こうしてティナとロックの二人は帝国と共同で幻獣を探しに行くこととなりました。この時他のメンバーはガストラ皇帝の急な態度の変化を信用しきれずに、帝国に残り監視を続けることにしたのです。幻獣を探す作戦には帝国軍からレオ将軍とセリスにシャドウも同行します。ロックはセリスと再会できたことを喜び、疑ったことを謝罪しますが、セリスの返答はなく、二人の関係はギクシャクしたままでした。幻獣を探して第三格闘に到着した一同は、魔導の力を持つ人々が隠れ住むサマサの村へたどり着きます。そこで青魔導士のストラゴス、ピクトマンサーのリルムが仲間に加わるのです。島の西側の山に強い魔力があり、そこに幻獣たちがいることを知った一同は、その山中で幻獣たちを発見します。幻獣たちは力の制御ができず、都市を破壊したことを後悔していて、帝国との和平を望んでいました。ロックたちと共に和解のためにサマサの村へ降りてきた幻獣たち、サマサの村でレオ将軍とセリスとも合流でき、セリスとの関係も改善します。和平への機運が高まりましたが、そこに突如戦犯として投獄されているはずのケフカが兵士を引き連れて現れます。ケフカは幻獣を魔石に変える秘技を使い、次々と幻獣を魔石化し、帝国軍には村を焼き払わせます。レオ将軍はケフカと同じ帝国軍人ですが、あまりにも汚いケフカのやり方に激怒して彼に挑みます。ですが卑怯な幻術に敗れて殺害されてしまうのです。そう、幻獣たちとの和解は帝国側の嘘だったのです。全てはガストラ皇帝が魔石の力を手に入れるために仕組んだ罠だったのです。ケフカの強行を止めるべく仲間を助けに来た幻獣たちも、魔石化の秘技の前にどんどん魔石になってしまいます。十分な魔石を手に入れたケフカはガストラ皇帝と共に風魔壁の中へ向かいました。この風魔壁の奥で三頭身の像を入手したガストラ皇帝とケフカ、それに呼応するように突然周りの地面が割れて、またい陸が浮かび上がりました。無事に帝国から脱出したメンバーと合流したロックたちも、帝国空軍を撃退してケフカを追い、またい陸へ乗り込みます。またい陸の奥、最深部にある三頭身の像の前にガストラ皇帝とケフカがいました。三頭身は互いを監視して、その強大な魔力を中和しています。三頭身から魔力の一部を吸収したガストラ皇帝は、その強力な魔力を使いセリス以外のメンバーを動けなくしたのです。ケフカはセリスにロックたちの殺害を命じ、帝国に戻ってくるように言いますが、反対にセリスに切りつけられてしまいます。その自分の血を見て正気を失ったケフカは、そのまま三頭身の像の力の中心部に入り、その力を吸収して手に入れてしまうのです。そして強大な力を手に入れたケフカはガストラ皇帝を裏切り、役立たず以下だと罵り、またい陸から蹴落としました。その後ケフカが三頭身の像をずらすと、互いに中和していた三頭身の魔力のバランスを崩して暴走が始まります。するとその強大な魔力に耐えきれず、またい陸は崩壊していきます。シャドウと合流して何とか脱出した一同ですが、暴走した魔力に巻き込まれた飛空艇は大破してしまい、メンバーはチリジリにどこかに飛んでいってしまうのでした。なおも増幅を続ける三頭身の魔導の力は、魔大陸だけにとどまらず、世界中の地表を焼き払い、大陸すら分断します。文字通り、この日、世界は引き裂かれてしまうのです。再び目覚めたセリス。セリスを看病していたのはシドでした。世界が崩壊してから1年、セリスはずっと眠ったままで、彼女はこの小さな島以外、世界がどうなっているのか分かりませんでした。荒廃したこの世界では、草木や動物はどんどん死に追いやられ、生き残った島の人たちも希望を失い、次々に崖から身投げしていきました。そして今では、この島で生き残っているのはシドとセリスだけです。
シドはセリスに対し、ここで家族として過ごそうと言いますが、彼もまたすでに病に体を蝕まれていて、倒れてそのまま寝込んでしまいます。セリスは海岸で魚を取り、献身的に看病しますが、シドの容体は重く、間もなくシドは息を引き取りました。孤島にただ一人残されたセリス、ずっと一緒に過ごそうと約束したシドももういません。ロックたちの行方もわからないまま、全てに絶望した彼女は北の岬から身を投げることとなるのです。しかしセリスは死にきれず、海岸に流れ着いてしまいます。その横には一匹の小鳥がいました。小鳥をよく見ると、見覚えのあるバンダナが巻かれていて、傷が手当てされていました。そのバンダナはロックのものです。ロックが生きていることを確信したセリスは、孤島からイカダに乗り、彼を探しに出発します。イカダは潮に流されて、なんとかガストラ帝国領南部にたどり着きます。たどり着いた世界は以前とは大きく変わっていましたが、生き残っている町や人々もいました。町の人々の話によると、世界が引き裂かれた日に世界中から瓦礫が集まり、巨大な塔ができたということです。その塔の上には、この世界の新しい神として三頭身の力を持ったケフカが君臨しています。ケフカは、自らに逆らう者は容赦なく裁きの光で焼き払い、人々を恐怖で支配していたのです。そしてこの荒廃した世界をめぐり、かつての仲間を探していると、マッシュやエドガーたちと再会します。ティナは裁きの光で親たちが殺されたモブリズの村で生き残った子供たちの面倒を見ていました。自分をママと慕う子供たちと、その世話をするティナ、彼女はこの地に残り、子供たちを守り続けたいと思っています。そこに巨大な魔物フンババが襲いかかってきました。ティナは一度は敗れるも、再度フンババに挑み、これを倒します。トランス状態になったティナの姿を見て、怪物だと一旦怯える子供たちでしたが、すぐにみんなのママであるティナだと気づき、寄り添ってきました。子供たちと時間を過ごしていたことで、愛するという感情が分かり始めてきたティナは、今いる子供たちややがて生まれてくる命を守るために、再び世界を救う戦いに参加することを決意したのでした。降臨源の酒場で再会したセッサーは、世界が崩壊するとき、飛空艇を失ったことで自暴自棄になっていました。この時のセリスの説得により、再び戦う気力を取り戻すセッサー、そしてかつての最速を競い合った友ダリルの墓に隠してあった飛空艇ファルコンを蘇らせました。こうして飛空艇で世界中を駆け巡り、彼らはチリジリになった残りの仲間たちを探す旅を続け、見つけ出していきます。その旅の途中で、モーグリのモグ、雪男のウーマロ、モノマネ師のゴゴも新たな仲間として加わります。そして最後の仲間であるロックは、世界崩壊後もとあるお宝を探し求めていたところ、禅の北にある洞窟で彼を発見しました。この時ロックはフェニックスの魔石を見つけますが、その魔石にはヒビが入っていました。それでも死んだ恋人レイチェルをどうしても生き返らせたかったロックは、降臨源に眠るレイチェルの元へ向かいました。フェニックスの魔石の力でレイチェルは一瞬だけ蘇ることができましたが、魔石のヒビのせいでその時間はわずかだけ。レイチェルはロックに、あなたがくれた幸せ本当にありがとうと感謝の言葉と、これからは呪縛を解き放ち、心の中の人を愛してくださいと、愛のある決別の言葉を残し消滅していきました。レイチェルの言葉で迷いを断ち切れたロックは、改めて集まった一同の仲間になり、打倒ケフカを心に決めるのです。世界崩壊後、それぞれが苦難を乗り越え、ようやく仲間全員が揃いました。そしていよいよケフカ打倒のために瓦礫の塔へ乗り込みます。ただ彼らには一つだけ心配事がありました。三頭身は魔法を生み出した神様です。三頭身を倒すことは幻獣や魔力の消失につながり、それはティナの存在の消滅にもつながるかもしれません。一抹の不安を残しながらも、パーティーを3組に分けて瓦礫の塔に突入します。内部ではそれぞれのパーティーが死闘の末、鬼人、魔人、女神の三頭身を倒すことに成功するのです。しかし三頭身を討伐してもなおも消えない魔法の力、すでにケフカは三頭身から全ての力を奪い、魔力の源たる力を吸い取っていたのです。そしてついに塔の最上部にたどり着く一同、そこにいたケフカは、滅ぶと分かっていてなぜ作る、死ぬのが分かっていてなぜ生きる、そう問いかけます。彼らはそれぞれに守るべきものや戦う理由を述べます。ですがその言葉はケフカを逆上させてしまい、裁きの光を放たせ、さらに世界を崩壊させていくのでした。命、夢、希望、
どこから来てどこへ行く、そんなものは私が破壊する。ついにケフカとの最終決戦が始まります。三頭身の力を取り込み、神にも等しい存在になりつつあるケフカを、ロックやティナ、仲間たちは激闘の末、諸悪の根源を消滅させることに成功するのです。ケフカが消滅すると、瓦礫の塔が崩壊を始め、そして魔石も次々に砕け散り始めます。残された最後の魔力を振り絞り、トランス状態になったティナは皆を出口へと導きます。脱出の途中でついにティナの父であるマディンの魔石も消滅していきました。マディンは消える直前に、この世界から幻獣が消える、幻獣の血を引いたお前ももしかしたら、でもお前が人間として何か大切なものを感じ取ることができたのなら、お前は人間としてこの世に、そう言い残して消滅していきました。それぞれのメンバーが協力して瓦礫の塔から脱出すると、すぐに飛空艇は出発して塔から離れていきます。ティナはなおも飛空艇の先頭を飛び、皆の誘導を続けます。そして最後の魔石が消滅してしまい、世界から魔力がなくなると、ティナは力を失い、急降下で落下していきます。しかし世界最速の飛空艇ファルコンは無事に追いついて、ティナのキャッチに成功していたのです。そして看板に不時着したティナはトランス状態ではなく、元の人間の姿に戻っていたのです。そう、彼女は消滅することなく、人間としてこの世界に残れたのです。その後、仲間を連れた飛空艇は新しい命が芽生えつつある大地を飛び回り、この長い旅で出会った人々に見送られ、再び訪れた思い出の場所を巡りながら、天高く大空へと駆け抜けていくのでした。